計画を発表するオバマ大統領脳がどのように動くかを理解することは間違いなく現代で最も大きな科学的課題の一つであるポール・アリビサトス博士ブレインイニシアチブにより運営される。ブレインは研究者がアルツハイマー病やパーキンソン病、うつ病、外傷性脳損傷などの脳障害の謎を解明する手助けをすることを目的としている。ブレインの参加者には ダーパ及びイールパのほか、米国、オーストラリア、カナダの民間企業、大学、その他の組織などが含まれ、かつてアメリカ合衆国が進めていた巨大科学計画に、匹敵する規模の国家戦略科学計画となる。計画の発案者は、カブリ財団と言われている。オバマ政権の時代、2013年4月に、バラク・オバマ大統領が、計画発足の旨を記した。 大統領令に署名して以降正式に計画がスタートしている。代表機関は米国立衛生研究所である。この計画の統括責任者は2020年現在ジョン・アングイ博士である。欧州、北米、日本といった先進諸国では今後深刻な高齢化社会を迎えると予測されている。それに伴い認知症の罹患者増加が見込まれる。加えて近年では 精神疾患患者の増加が先進国において顕著である。認知症や精神疾患といった脳疾患の治療には脳に関しての深い理解が必要でありながら、現代の科学、医学では脳の詳細な解剖学的、認知科学的知見が足りていない。人脳に限らず、昆虫や動物の脳も非常に複雑な構造物となっている。 そのため、研究が非常に困難である。NIH の所長は、脳は基地の宇宙で最も複雑な物体と発言している。非常に複雑な構造であるがゆえに、人間や動物の精神機能は理解が難しく、精神疾患に陥った際に治療が難しいことがある。こういった問題に打開策を提示するため、国を挙げた脳研究が必要になってくる。 しかし脳は生物の長い歴史の中で目の誕生とともに最も革新的な発明であることに変わりはなく生物そのものの生き方世界の攻略方法を変えてきたこういった構造物を人間の手で逆工学することでかつて人間が生み出してきた破壊的イノベーションを超えるようなものを想像できる可能性がある近年複数のハイテク企業特に IT 企業が人工知能といった技術の開発に投資している。特に脳型の人工知能の開発には人間をはじめとした生物の神経科学的知見が必要になる。脳を詳しく研究することで人工知能開発に応用できる可能性がある。2011年9月イギリスロンドンの郊外に拠点を置くかぶり財団王立協会国際センターで オポチュニティーズ・アット・ザ・インターフェース・オブ・ド・スイアンス・ナン・サイアンスと題されたシンポジウムが開かれ、そこに13人の神経科学者と14人のナノテクノロジー研究者が集められた。そこでは脳における神経回路マップ作成の必要性やナノサイエンスに革新を起こす必要性が議論された。その後、2012年から2013年までにビルダーバーグ会議等の場で、 米国政府やホワイトハウス科学技術政策局などのメンバーが政府主導のプロジェクトを発足する可能性について提案された。2013年3月、ザブレーンアクティビティマッププロジェクトという計画の報告書をまとめた。この報告書の作成には、カブリ財団、キャツビー事前財団、米国立衛生研究所、DARPA、NSAF、 アレンの科学研究所が関わった。2013年4月2日、バラク・オーバマ大統領がブレーンイニシアティブをホワイトハウスで正式発表。NIH が2014年に取りまとめたブレーン2025に提示された優先的目標としては以下のものがある。各種の細胞の機能的な分類を特定シナプスニューロン単位から 脳全体までの神経回路地図を様々な分解能で作成全神経活動の大規模モニタリング法の開発神経回路に対する精密な介入ツールを用いた脳活動計測と行動の関連付け新たな理論データ分析ツールの開発を通じて得た精神機能を理解するための概念的基盤の構築神経疾患を治療するための革新的な 技術の開発と人脳ネットワークの解明様々な目標達成を進める中で生まれた新技術を多分野に応用米国では霊長類脳の研究が比較的困難であり、その証拠として中枢神経薬、特に精神疾患に対する創薬等が消極的という状況にある。そのため日本の理科学研究所が主導する革新的技術による 脳機能ネットワークの全容解明プロジェクトなどといったプロジェクトと国際連携することで人の脳の研究を進めることができる。その他、欧州連合が進めるヒューマンブレインプロジェクトと共研究成果を相互利用、連携していく。ブレインイニシアチブでは脳そのものの研究のほか脳への情報入出力を補助するブレインマシンインターフェースの研究開発も進める。 フェーズ12016から2020年、革新的な脳介入ツールの開発。フェーズ22021から2025年、新ツールを使用した本格的研究。ありがとうございます。